フランクリンはアメリカ合衆国バージニア州南東部に位置する独立市である。アメリカ合衆国商務省経済分析局は統計上の目的でフランクリン市とサウサンプトン郡を一つにしている。2010年国勢調査での人口は8582人だった。フランクリン市の歴史は1830年代にブラックウォーター川沿いの鉄道駅として小さな町で、 始まった。この時代、ブラックウォーター川は、ノースカロライナ州のアルベマール湾まで品物を運ぶために使われていた。フランクリン市中心街にある歴史標識、南北戦争と北軍キャンプに関する情報が記されている1862年、フランクリンに対する陸海共同遠征と呼ばれる作戦で、南北戦争の戦闘がフランクリン市に及んだ。 砲艦アセスコモドアペリーが率いるアメリカ海軍の軍機を掲げた蒸気船数隻がブラックウォーター側のフランクリンの傍らを過ぎようとした時、地元南軍の部隊がその艦船に発砲した。艦船の中の一隻に上艦していたある士官は、戦闘は同じだった。ここ、そこで高い岸には深く葉が茂り、狭く大変曲がりくねった流れに、 頻繁なマスケット銃の発砲があったと記していた。この戦闘で海軍の5名が戦死し、16名が負傷した。海軍の艦船が後退すると、南軍は川の幅いっぱいに大きな木を倒して狭い、ブラックウォーター川を塞ごうとした。最終的に南軍の試みは失敗し、兵士が捕まえられることはなかったし、艦船が失われることもなかった。 この時の個々の水兵の結出した働きに対し、7つの名誉勲章が与えられた。フランクリンがかなりの成長を始めたのは1887年になってからだった。地元出身でキャンプ家の6人兄弟が地元製材所を手に入れた。その製材所は小さく、ブラックウォーター側の傍らで数年間運転されていた。キャンプ家が製材所を手に入れたことで、 ポール・ダグラス・キャンプ、ジェームズ・レオニダス・キャンプ、ロバート・ジョンソン・キャンプの指導力により急速な成長の20年間を経験した。この期間の終わり頃は破産の瀬戸際にあったが、第一次世界大戦がキャンプ家の財政を持ち直させ、フランクリン氏も繁栄した。1918年までにちっぽけなフランクリンが戦争迎記の村になった。1955年。 キャンプコーポレーションの年焼は2800万ベイドルにまで達し、その多くはフランクリン氏で使われた。キャンプ家は家族意識と仲間意識が強く、平均賃金よりも高い給与を出し、地元のために寄付をしたりすることでフランクリン氏のために貢献した。1956年5月29日、フランクリン市民はキャンプ製造会社がニューヨーク州で創業している。 ユニオンバッグペーパー社と合併の交渉をしていることを告げられた。この合併でユニオンキャンプコーポレーションができた。フランクリン氏はユニオンキャンプコーポレーションと共に成長を続け、1961年には法人化されサウサンプトン軍と別れた。ユニオンキャンプコーポレーションは1999年まで繁栄していたが、この年インターナショナルペーパーに買収された。 フランクリン氏にユニオンキャンプコーポレーションが存在しないとしても、キャンプ家の名前は生き残っている。その遺産は、ポール D キャンプコミュニティカレッジ、ジェームズ・エールキャンプ・ジュニア YMCA、テキシーキャンプ・マークス子供、会館、ルースキャンプ・キャンベル記念図書館という形で町に残っている。現代のフランクリンには、農業と製造業という二つの主要産業分野がある。州内では、 利益で12番目、大きさで12番目の農業社会になっている。隣接するサウサンプトン郡、アイル・オブ・ワイト郡及びサフォーク市もすべて利益の出る郡の20位以内に入っており、サウサンプトン郡はその大きさで州内第8位である。フランクリンと周辺地域は農業の比率が高いので、農業がフランクリンの主要産業と言ってもおかしくはない。 1887年にキャンプ製材所が開設されてから製造業部門が拡張を始めた。キャンプ製材所がユニオンキャンプコーポレーションとなり、最終的にインターナショナルペーパーに買収された。製紙工場は地域の東端、ブラックウォーター川沿いにあり、材木、パルプと紙製品、さらに科学的副産物を製造している。2009年10月22日、 インターナショナルペーパーが製紙工場を2010年春に高級的に閉鎖すると発表した。実際の閉鎖は2010年5月だった。その後限定的な製造を再開し、綿毛状パルプを製造している。人口ピラミッド以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。ハリケーンフロイドの後の洪水フランクリンは 北緯36度40分29秒整形76度55分50秒北緯36.67472度整形76.93056度36.67472-76.93056に位置するアメリカ合衆国国勢調査局によれば地域全面積は8.24平方マイルこのうち陸地は8.24平方マイル 水面は0.1平方マイルで、水域率は0.60%である。1999年洪水の記念碑ブラックウォーター川は、地域の東端を流れ、市の工業化に重要な役割を果たしたが、特に洪水など川に特有のトラブルには無縁でなかった。1999年、ハリケーンフロイドの後に、フランクリン市中心街が12フィートまで水に浸かった。 ブラックウォーター川は水位26.4フィートと記録的な数値になった。ハリケーンによる洪水で主に中心街の182の企業と150の家屋が水没した。2006年、暴風雨がこの地域に吹き荒れた後、ブラックウォーター川の水位は23フィート近くとなり、1999年の洪水を除けば1940年以来の最高となった。 ハリケーンの名前のフロイドは2000年で使い収めとなり、その代わりに選ばれたのがフランクリンだった。2006年にフランクリンはまた大規模な洪水に見舞われ、1999年の洪水で設定された23フィートの洪水線により、わずかに下まで達した。この洪水は嵐によるものであり、大量の水をフランクリンのある流域全体に降らせた。以下のリストは、 フランクリン地域であるレベルの教育を行う場所である。ありがとうございます。